キャスティング TV をご覧の皆様、こんにちは。仙台南店の西田です。今回私が紹介させていただくのがこちら、ダイワクリスチャーシリーズ。まず一番最初にご紹介したいのがこちらです、ダイワクリスヤ CRTR シリーズ。こちらの私の最大のおすすめポイントは段々棚停止機能。従来搭載されている棚停止機能というのは、設定した棚に行くとピタッと止まる。この段々棚停止機能というのは、設定した棚の1メーター上からゆっくり落ちるという機能になります。ゆっくり落ちることによって群れを散らすことを軽減し、群れに入って止まった瞬間に当たりが出るスピードが従来のものよりも速くなります。そうすることによって超過も間違いなくアップすると思います。ぜひおすすめです。こちらの CRTR シリーズに搭載されています。だんだん棚停止機能、ぜひ使ってみてください。さらにもう一つがこちら、可変アダプターのエアシリーズ。こちらはですね、従来のエアシリーズよりも5グラム軽くなりました。5グラム軽くなったということで、テカンドが上がります。テカンドが上がることによって当たりもビンビンにきます。当たりを多く捉えることによって超過も間違いなく上がると思います。さらにもう一つ、こちらの快適針外しシリーズ。こちらがですね、従来のものよりもですね、こちらの金具の部分、わかりますかね、金具の部分が三角形だったんですね。三角形になることによってスリットに入れてピッと外す、このスピードが格段に速くなりました。この手返しが速くなることによって間違いなくこちらも超過に影響が出ると思います。こちらのですね、ダイワクリスティア新シリーズ、新製品ですね、こちらを使っていただきまして、ぜひ今年のワカサギシーズンもですね、たくさんワカサギを釣って楽しんでいただきたいと思います。こちらですね、ぜひ、最寄りのキャスティングの方でお買い求めください。はい、本日もご視聴ありがとうございました。